アスカリ KG1 はイギリスの自動車メーカーアスカリカーズが製造販売していたスーパーカーである。2001年アスカリがイギリスのバンベリーに新工場を立ち上げるのと同時に開発をスタート。2003年にエコステに続く2番目の市販車として発表した。1台につき340時間以上かけて手作業で組み立てられるため50台限定での販売であった。 価格は235000イギリスポンド。エンジンは BMWM5 用の4.9リットル V 型8、気筒 DOHC32 バルブエンジンをミッドシップに搭載する。ノーマル状態から、さらにチューニングを受け、最高出力 500PS、7000rpm、最大トルク500ナノメートル、4500rpm を発生。オイルの潤滑には、 ドライサンプ方式を採用している。組み合わせられるトランスミッションは6速 MT。ボディはカーボンファイバー製、モノコック構造を取る。また、購入者にはアスカリの関連会社がスペインロンダで運営するアスカリレースリゾートのサーキットで KGE1 をドライブできるという特典がついている。KGE1R2002 年チームアスカリとしてルマン24時間レースに ジャット製4.0リットル V 型重機筒エンジンを搭載した KG-1R でワークス参戦したがリタイアに終わった。2003年は KG-1R で FIA スポーツカー選手権にワークス参戦。2006年からはイギリスのレーシングチームダマックスとベルランガが KG-1R で FIAGT 選手権のサポートレースである。 FIAGT3 ヨーロッパ選手権に出場している。アスカリカーズのプレスリリースアーカイブド2007年9月28日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン FIAGT3 ヨーロッパ選手権の公式ページ。ありがとうございます。